年配盛り上がったでしょうかね。はい、今年やっとよさこいが日本全国で盛り上がってます。来年はもっともっとこのよさこいの熱を日本中に盛り上げていきたいと思います。さあ最後よっちょれいきたいと思います。踊り子よっちょれ構え。
い、続いては小バトンよさこい行きたいと思います。小バトンよさこいで行きたいと思いますので、よろしいですか。さあ、小バトン踊れるよっていう人ね、なるべく前の方行ってくださいね。お手本になる人、前の方行ってください。はい、小バトンよさこい、最初はしゃがんでもらって、本来ならば全員しゃがんでくださいね。しゃがんでください。はい、小バトンよさこい、本当は旗からスタートしたいんですけども、今日は旗はね、なしということですので、一日皆さんを応援してくれたお客様、カメラマンさん、そして皆さんのお知り合いの方、そちらに向かって鳴子を鳴らしてスタートしたいと思います。よろしいですか。さあ、それでは小バトンよさこいスタートします。お願いします。誰も引っかかんなかった、誰も引っかかんなかった。大丈夫、小バトン温度の方行っちゃったけど、違うよ。はい、もう一回行きます。小バトンよさこいスタートします。お願いします。さあ、鳴子を鳴らせ、一日をありがとうございました。さあ、立ち上がれ、下から回せ、手を横、右手を上げて回せ回せ、よさこい、よさこい、バトン作って右手左手を揺らします。よさかい、どっこいしょ、下から手を横、右手を
さんにも大きな拍手を、中華さんにもありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。マインドさんいつもありがとうございます。さあ立ち上がって右から行くよ、右から、よっこいしょ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 、ありがとうございました。そして最後、ウラジャー温度、ウラジャー温度、ウラジャー温度を、遠いとこから来てくださったてんてこまいさんとキリキリまいさんに煽りをお願いしたいと思います。はい、お願いいたします。出てこないです、よろしくお願いします。先生のその時の曲はウラジャー温度になります。この曲は本当に振り付けがとても簡単で、みんなで踊って楽しい曲ですので、観客の皆さんもぜひ座りながらでも立ってでも一緒に踊ってみましょう。それでは踊り子の皆さんいきますよ、ウラジャー温度です、構え、ハハハハ。
4月また